ッとしないからいろいろ。だから今池田さんが言われたみたいに、このだからこそ今その親子の関係がすごく重要だって言われたじゃないですか、うんうん、でもその親子の関係も何を中心として親子の関係を持つかっていうと、そのどういう教育が必要なんでしょうかね。やっぱりサタンというか LGBT の教育はもう小学生からなされて、子供たちがそれを否定できない状況になってるわけじゃないですか。でそれを信じなかったら生きていけない雰囲気になってるわけですよ。でこの世はみんなそうなってきてるわけだから、特に我々は子供が学校の先生を信用するのか、本当に親の言うことを信用するのかという選択を迫られるわけじゃないですか。そうです、ね、だから親がしっかりと自分自身が神様と信条因縁を結んで、子供に対する愛情とやっぱり教育をしっかりしていかないと、いつもいつも教育していかないと、その LGBT 教育に負けてしまう。そうですよね。恐ろしい、とても恐ろしい。前科か乗るかそれかの戦いを親もしなきゃいけない。まあ公立学校の場合はそういう文部省のいろんなその教育の方針っていうのがあるわけで、うん、そこに LGBTQ 教育がもう3回も出てきてるわけでしょ、うん、教育方針っていうその、うん、何ですか、その中に。だからもう日本も普通のその学校に連れて行けば、うん、まあ、普通日本だったら絶対行きますよね、うん、ホームスクールっていうシステムはあんまりないわけだから、うん、まあ、ないことはないんですけどね、うん、そしたらもうその教育を受けるっていうことは当然なわけで、うん、じゃあそれを子供たちが避けられないんだったら、うん、親がそのきちんと学校で言ってることも間違ったこともあるってことははっきり教えないといけないですよね、うん、教えなきゃいけないし、まあ、極端な言い方したら、うん、学校に行く価値はほとんどないんですよ。うん、まあ、アメリカだったらね、クリスチャンがそういうホームスクールシステムっていうのを作って、うん、親が子供に、まあ、そういう資料もたくさんあるんですよね、うん、いろんなそのプログラム、ホームスクールのプログラムっていうのはたくさん、特にクリスチャンたちの作ったそういうプログラムはたくさんあるんですけど、だからその自分で家で親が子供にその、まあ、基本的な国語、数学、国語、算数、理科、社会、まあ、英語とか語学入るのかどうか分からないですけど、まあ、そういうものを親がちゃんと教えていかないといけないんですよね。まあ、そんな難しいことを教えなくていいから、ある程度算数でもある程度できればいいわけでしょ、うん、だからあとは自然と接する大切さ、自然を通して神の信条を教えるとかね、まあ、その方が重要でしょ。でも学校教育にそうですよね、うん、サタン側がもうシステムを作っちゃってて、そう、要は、あ、昨日私ちょっとなんかその子育てのについての YouTube 見たんですけど、うん、要するにもう枠組みがあってそっちの方に全員が向いていかないと、うん、要は乗り遅れるというか、うん、その負け組になっちゃうから、うん、とにかく学校の中ではいい成績取って、うん、いい中学校に入って、いい高校に入って、いい大学に入って、うん、行かなければその世間に乗り遅れるっていう、やっぱりその恐怖心があるから、うん、真実を教えるよりも、うん、要はその最終的には共産主義を教える大学に向けて、うん、子どもたちがみんなそっちに向かうように、うん、そして政府の言いなりになる、うん、そういう人間を作るために、うん、そういった全部そのシステムが出来上がっちゃってますよね、うん、出来上がってる。最終的には幸せになれないわけだから、最終的には幸せになれない、うん、だから王様言われるように本当にそれでもってその大学に行くために大きな借金してね、うん、それで次はじゃあいいところに就職したら次は家を建てるでしょ、それも借金するわけでしょ、うんうん、で借金して30年間は借金の奴隷になってその会社から抜けられないわけじゃないですか、自分で自立しようと思ってもできないし、うん、でそういう風なもう社会が出来上がっちゃってるから、社会の構造が、うん、そこから離れるとアメリカなんかはまだそれでも、まあ、自由とか、まあ、そういう考え方がすごく強いから、うん、別に世の中の人がやってるから自分もやんなきゃとかそういう風に硬
ないんですけど、でも日本だったらものすごいその日本の文化もあるじゃないですか。だからみんながそっちの方向に行ったら自分も絶対そこに乗り遅れたらいけないって、もうなんか心理的にそういう方向に向いてっちゃうみたいな、うん、だからすごくこのコントロールしやすいと思うんですよ、うん、まあ、民族性とかもあると思うんですけど、うん、確かにコントロールしやすい、日本人はコントロールしやすい、うん、しやすい。だからその政府の中心がどっちに傾いてるかによって、だからサタンの戦略っていうのはすごいなと思うのは、いかにもコンサバティブでね、保守でね、あの自民党だから大丈夫だみたいな、あの民主党とか共産党とかになったらまずいけど、今の岸田さんもそうですけど、まあ今はもうみんな分かってる人は分かってるし、いろんな人がもうあの話してるから、あのそれこそ何でしたっけ、あの人百田さんとか、ああいう人たちがいろいろ話してるし、でもほら、なんて言ったらいいかな、でも基本は自民党だったら大丈夫でしょうみたいな、なんか単純にそういう風に考えてる人もいるじゃないですか、気がついてる人いっぱい気がついてると思う。まあ最近だいぶ気がつき始めてはいるんだけれども、気がついたからといってじゃあ日本社会を本当に変えるところに行くかというと、本質的な問題は変わらないわけでしょ。本質的にはやっぱりディープステートとか中国の影響とか、もっと深い世界を言えば悪魔の支配の中で生きてるわけでしょ。だから変えられないわけですよ。でもっと言えばアメリカの言いなりなわけでしょ、日本は。そうです、ね、だからアメリカが変わらなければ日本も変われない構造になってるわけでしょ。そうですね。だからアメリカの根本的な問題は何かというと、今バイデン政権が問題なわけだから、悪魔主義を持ってるわけだから、だから今トランプはね、キリストの精神ということを言い出してるわけでしょ、うん、だからトランプ政権をどうしても立てなきゃいけない、それが変わればアメリカが変われば日本も変わるというような構図になってるから、だからそういう意味でトランプさんってのはすごいですよね、うん、キリストの精神に変えなきゃいけないって、バイブルに変えらなきゃいけないなんて、うん、そんなことをこの言ってる大統領っていうのは、大統領はいないと思いますね。いないですよ、歴史、歴代大統領の中で、まあ、トランプさんもそういうこと言い始めたのは最近ですよね。ね、最近、うん、だから何かトランプさんの中で、このトランプ大統領の中でこの4年間でなんかすごい大きな変化があったのかもしれないですね、うん、あったんでしょう、きっと。だから今のアメリカの現状はもうアメリカという国家はね、もう破壊されてるんですよ、うん、LGBT によって破壊されてるでしょ、完全に破壊されてる。そして不法移民がもう1000万人以上入ってきてるわけでしょ、うん、アメリカ文化も何かも、もうほぼ破壊されかけてる、我々が想像してる以上に破壊されてる。そうですね、うん、本当に表には見えないけど、そう、あらゆる、まあ、まず戦略って言えば人間の考え方っていうか思想から完全にそこからこのおかしな方向に持っていくと思うんですけど、アメリカ国家というのがもうね、 あるようでもないんですよ、破壊されちゃってるから。だから、まあ、この24年っていうのがとどまる最後の、うん、最後の砦、うん、最後の年、ここで止めなければもうどうにもならない、そういう段階まで来てますよ。だって不法移民の今侵入がね、毎日1万人でしょ、すごいですよね、うん、それでもってあのテキサスの州知事はその不法移民をみんな、その国境のところの国境警備隊がその人たちを全部そのマイクロバスに乗せて、そうニューヨークとかカリフォルニアとか、いやマイクロバスじゃなくて大型バスですよ、大型ですか、マイクロバスじゃない、大型バスです、ね、すみません、大型バスに乗せて送ってるわけじゃないですか、うん、でそのニューヨークっていうのは基本的な方針は不法移民に寛容なそういう政策を取ってるけど、うん、でそのあれでしょ、不法移民の人たちが来た時にその人たちにお金まで配ってるわけでしょ。そう、でもさすがに
あまりにもその不法移民があのテキサスから送られてきて、うん、もう大変なことになっちゃって、さすがにもうこれ以上こっちを受け入れないっていうふうにこう言ったんですよね、確かね。言った。それくらい、まあ、そこにバイデンは一切関与してないっていうか、まあ、あの政策は受け入れる方だけど、何の責任も取らないじゃないですか。だからもう街が破壊、ニューヨークという街が破壊されてるわけですよ。LGBT じゃなくて不法移民によってね、なんていうかな、あの盗みが横行してるわけでしょ、ね、だから着のみ着のままで来てるわけだから、彼らはね、寒いニューヨークに来てね、着るものが必要なわけでしょ、だから服を盗むは、食べ物を盗むはね、全て窃盗から始まるわけです。で政府も援助しなければ彼ら生きていけないわけだから、一月で1万ドルだったかな、なんか、クレジットカードを渡すとかね、だから財政が破綻してるわけですよ、要するに。財政が破綻してますね、まずね、だからね、ニューヨークはもう住む街じゃない、だからみんな富裕層は逃げ出してる、フロリダとか、あどこだっけ、我々が住んでるとこはテネシーにね、この前テネシーに逃げてきたっていう人いたじゃないですか、クリちゃんで、はいはい、うん、そういう感じでね、彼はワシントン DC から、ワシントン DC、 ワシントンもそうだし、シカゴもそうだし、フィラデルフィアもそうだし、みんなそういう泥棒してもいいという法律ができてるわけだから、950ドル以下は犯罪にならないって言ってるんだから、みんな集団で犯罪してるわけですよ。街が破壊されてる。だからアメリカ自体はもう完全に国防っていう考え方はないですね、うん、国を守るためのトランプさんのそういうあの国境の壁も、うん、まあでもなんか今また始めたみたいじゃないですかね、あまりにもひどいから、結局やめてないっていう。